についての言葉を勉強しましょう。アジサイ、梅、部屋干し、日本では6月頃から7月中旬頃まで雨がよく降ります。この季節を梅雨と言います。梅雨が始まることを梅雨入り、終わることを梅雨明けと言います。梅雨の季節、毎日のようにしとしとと雨が降ります。この頃、いろいろなところで綺麗なアジサイの花が見られます。梅雨の季節、雨が多いし湿度も高いので洗濯物が乾きにくくなります。そして部屋もジメジメしてしまいます。困ったものです。しかし稲作にとっては恵みの雨です。田植えの後、たくさんの雨で稲は大きく成長します。ところで、梅雨の言葉の中には梅という字が入っています。梅の実もたくさんの雨で大きく成長します。梅にはクエン酸が多く含まれていて、体にいい食べ物です。疲労回復などいろいろな効果があります。またこの頃、スーパーなどでは梅干しや梅酒作りの梅が売られています。ハンドメイドの梅酒、梅干しもいいですね。季節、しとしとと雨が降る、アジサイ、湿度、洗濯物、ジメジメ、恵みの雨、ところで、成長する、含まれる、効果、売られている、では6月頃から7月中旬頃まで雨がよく降ります。この季節を梅雨と言います。梅雨が始まることを梅雨入り、終わることを梅雨明けと言います。
梅雨の季節、毎日のようにしとしとと雨が降ります。この頃、いろいろなところできれいなアジサイの花が見られます。梅雨の季節、雨が多いし湿度も高いので洗濯物が乾きにくくなります。そして部屋もジメジメしてしまいます。困ったものです。しかし稲作にとっては恵みの雨です。田植えの後、たくさんの雨で稲は大きく成長します。ところで、梅雨の言葉の中には梅という字が入っています。梅の実もたくさんの雨で大きく成長します。梅にはクエン酸が多く含まれていて、体にいい食べ物です。疲労回復などいろいろな効果があります。またこの頃、スーパーなどでは梅干しや梅酒作りの梅が売られています。ハンドメイドの梅酒、梅干しもいいですね。じゃあまた。